は挿絵正勝です。日本でアーティストとして活動しています。僕は日常の風景からインスピレーションを受けています。変わりゆく街並みの建物や看板、さらにはゴミといったものから時間の流れやその時代の社会問題などが読み取れるからです。今回のコロナは日本も含め世界中に大きな衝撃を与え続けています。僕の住んでいる町金沢では県知事の愚策で大変な事態になっていて、日本中で大きなニュースとなっています。コロナの影響で世界が大きく変化していかなければならなくなった今、これからの作品が大きく変化するかどうかはまだ分かりません。ただこれから今ある日常を作品として記録していく中で、確実に何かは変わっていくでしょう。